ここにね、乗っけます。こんな感じでね。はい。ほら、どうですか、ね、とろっとね。このね、卵黄のソースが美味しいんです。はい、どうも、酔っ払いでーす。乾杯。もう、佳境に入ってきました。何かっていうと、僕の体調がですね、佳境に入ってきました。今日はね、締めにですね、ちょっとヘルシーな締めをこうやりたいなと思いまして、今回はですね、すごくテレビに取り上げられた、時に毎回のようにこれ作れって言われて無理やり作ってたね、カルボナーラトークっていうのを作っていきたいと思います。すごく美味しいんでね、これをやっていきたいなというふうに思います。はい、ということでですね、やっていきたいと思います。一瞬で終わっちゃうんですよ。はい、ということでね、やっていきたいと思います。豆腐ね、剥いていきます。あとね、コンソメ3分の2だから、まあ大体ね、これぐらい。はい、混ぜます。でね、よーく混ぜてくださいね、これね、豆乳にね、よーく混ぜる、よーく混ぜれば混ぜるほどなんか混ざりやすくなりますからね。よーく混ぜ終わったら流し入れていくんですよ。こんな感じでビーっとね、はい、これがね、基本のね、これソースになってきますんでね。ここにですね、ベーコンなんですけども、面倒くさいからちぎってくださいね、これね、はい、あんまりね、包丁使いたくないのでね。このね、カルボナーラ豆腐何がいいかって、ね、糖質がすごく少ないんですよ。糖質分が夜中に食べてもね、安心っていうですね、レシピになってますので、皆さんね、ね、体重を管理してる方とかは、こんな感じですね、やっていただければね。とろけるチーズです。はい、これですね、僕はチーズ大好きなので2枚入れるんですけども、別に1枚とかでも大丈夫です。こうやってね、こうやって、はい、でこれをですね、1分40秒こんな状態でかけていきます。だからね、器はね、レンジ可能なやつにしてください。あ、でラップはいりませんから。レンジでね、かけてる間に、じゃあ僕がこの2分40秒どういつも使ってるかっていうのを見せていきたいと思います。思いを馳せるんですよ、お酒にね。なんか今日もいい料理みんなに伝えられたのかなみんな美味しくできたのかなって、そういうことを考えながら飲んでいきます。こんなに長い、こんなに間が長い2分40秒ないですね。このチャンネルはね、あんまりカットしないんでね、はい、このもね、やっていきたいと思います。ベーコンでやってますけど、なんかね、なんならツナとかね、ハムとかでもね、全然 OK ですからね、いろいろね、変えてやってみてくださいね、はい、豆乳でもいいし、牛乳とかでも結構おいしいですよ。ほら見てましたか、今の僕の華麗な道具、2分40秒ね、いいトークできましたね。はい、ということでですね、2分40秒経つとね、こんな感じで、ほら見てください、うまそうでしょこれ。ね、ここにね、あるものを乗っけますので、ね、こんな感じで押し付けてあげてください。これね、割と重要です。はい、こんな感じでね、卵黄ね、でこれをね、ここにね、乗っけます。こんな感じでね、はい、ほらどうですか、黒胡椒を振ってきます。はい、これね、たっぷり振って大丈夫ですよ。結構ね、濃厚なスープになってますので、これをやるとね、すごくね、料理っぽくなるんですよね。こんなに簡単なのに。ということでですね、カルボナーラ豆腐完成でございます。ブイ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 。はい、ということで、早速飲んでいきたいと思います。あー、いいですね。じゃあいただきましょうか。僕はね、最初からクライマックスなので、とろっとね、このね、卵黄のソースが美味しいんですよ。これをね、この豆腐とね、このスープとね、一緒にね、頬張ってみなさいな。いただきます。うまいな久々に食べると美味しいですよ、ほんとね、これね。これはいいわ。ベーコンの旨味効いてますよ、すごくね。うん、たまらんち。罪悪感がないのがいいですよね。なんかスープがうまいね。うん、これは美味しいわ。非常に美味しいですね、これね。やっぱり卵黄のコクとチーズのコクがすごく、あと豆乳もね、熱を加えるとすごくコクが出るので、これがね、このね、淡白な豆腐とね、合わさってね、すっごくね、美味しいね、なんていうんですか、スープ仕立てのね、お豆腐、うん、
だからね、洋風湯豆腐みたいな感じになってますね、これね。なのでですね、これね、ほんと美味しい。もうね、スープが美味しい、これ。あ、うまいっすね。うん。いや、これはね、考案したいと褒めてあげたいぞ、ほんとに。僕なんですけどね。ということで、今日もありがとうございました。ということでですね、今回の動画、面白そうだなとか、美味しそうだなとか、なんかやってみたいなとか思った方は、ぜひですね、チャンネル登録をよろしくお願いします。